はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、では続きをやっていきましょう。島の北部に出るために、山を下っていく感じになるのかな。まあ、ちょっとね、先に進む前に回復アイテムをちょっと補充しに戻りたいんだけど、どうしようかな。あ、っていうかここ中継ポイントがあるじゃん。一回戻ろう。ちょっとヒールポーションを調達しに帰ります。いや、前のボス戦でね、ほんと使い果たしたんで、マンゴーとかもね、ちょっと補充しておきたいんだけど、まあさすがにね、それはめんどくさいんで、まあヒールポーションでなんとかしのいでいきましょう。あれ、今度ちびっこに手出してんな、この医者は。もうとにかく薬をよこせ。何が必要ですか。完全にちびっこと話しながら、はい、薬を跳躍してんな、こいつは。もう俺のことなんて眼中にないって感じだな。で、あとは、鍛冶屋を見ましょう。今日はどんな、これ作れるね、3つ。とりあえず3つあればいいでしょう。エアドルと、落車と、あれ、てかリコッタ、完成よ。リコッタ下がるんだけど、じゃあとりあえずサハドに装備させておきますか。ボーンブレストじゃなくて、なんだっけ、国鉄の鎧でも装備してんのかな。武器はどんな感じだ、いけるかな。ちょっとしか上がらないといえばちょっとしか上がらないな。8か。どうなんだろうな。まあいいや。で、頂上ってどこ。ここか。中継ポイントがありすぎて、どこがどこやらって感じっすね。よし、じゃあ行きましょう。変なモンスターがいるけど、ほらほらほら、こいつもなんかゲロを吐いてくる系だな。しなる比べたのか。これはこのまま、ほら、あ、これで倒せるな。強くはないね。もう一掃していこう。これはどっちかな。上から攻めるか。この古代種の一種ですと言っても気が遠くなるほど古い種のはずですが、美味しそうだな。やめておきなさい。そうか、美味しそうか。どれのこと言ってんの。さっきのナマコみたいなやつ。また例によってね、ちょっと地図を作っていかないといけないんで、こっちの方とかも、あ、てかこっちの方は進んでいくのか。じゃあ左から攻めていくか。ほら、あれ、こいつが枝落としてんの、このよくわかんないナマコ。全然強くないけどね。ほら、こっちの裏とかなんもないね。てか、なんかあるとき基本的に地図に表示されますからね。まあこのままどんどん山を下っていきましょう。まあ、大した障害はないっすね。ほら、ソードインパクト、強そうな名前ではあるけど、ちょっと装備してみますか。どうしようかな。ライズスラッシュと変えてみますか。ソードインパクト、渾身の気合を解き放ち周囲の敵を吹き飛ばす。どうなの、お前が試し撃ちだ。いやー、普通にこれの方がいいでしょう。宝箱を取っていきましょう。敵対とこうか。まあ、敵対とこうはね、別にあって困らないですからね。なんかこいつ気絶してんの。あ、で、この洞窟に入っていくのか。死生台の大穴。この中も進んでいくか。今、右の方になんか、
ちょっと硬そうなやつが見えたな。いて普通にゲロに当たってしまった。小乳石って何使ったっけ。お宝発見。あ、確かに下に宝箱マークがあんな。お、これは暖かい木。とりあえずここを降りよう。釣り餌とか、釣り餌はね、なんかそこら辺で手に入る気がするんだけど。痛い。あ、魚がいる。ほら、あのアザマンタイガイみたいなやつ、これ絶対硬いでしょ。おお、来た。いて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 、これはめられるとさ、ニコったか。どうなんだろうな。ほら痛い。ほら、なかなかブレーキしないな。おら、おう、あれ丸裸になったな。そういうことか、ブレイクすると丸裸になるんだ。さて、このナマコもぶっ倒して、タイミングさえ間違えなければな。一発切ってスキルで決めると、それが一番効率がいいね。またいるな。ちょいちょい出てきそうだな、こいつは。リコッタにしよう。意外にダメージが当たらないんですよね、リコッタの攻撃。25とか24とか。なんかスタハダの方がいいのかな。一発一発がスタハダの方が強い気がする。リコッターね、若干技がね、使いにくいんですよね。お、なんか、ヌスッとタックル何ヌスッとタックルって。ちょっと覚えさせよう。グリーンウィップいらねえな。コンと共に敵に体当たりし、持ち物を落とさせる。おー、まあ、盗むっていう感じっすよね。こいつに使おういまいちわからん。こいつに使おう。ほら、あー落としたね。しかも剣道角落としたし、これは1個の敵につき1つしか手に入んねえかな。何回も盗めたらね、素材パクリ放題だからね。これ一発で決められるかな。だいぶ楽なんだけどな。お、また外に出るのかな。ん、今上に何あった。あ、木が生えてる、木が。あ、意外に敵がいっぱいいるな。ほら、おお、リコッタレベルアップ。お、暖かい木。暖かい木はめっちゃ分かりやすいな。ちょっともさもさした感じの枝なんで。そしてここは植物とちょっと同化してんな、こいつ。ここにこうと、これね、敵対とこうなんですよね。敵対とこうももう覚えたな、どんなのか。これこいつのゲロ意外に食らうんだけど、そのまま突っ込んでってさ、当たっちゃうっていう。宝箱ゲットだぜ。また敵対とこうか。これ下に宝箱ある。え、どこだ。あ、あそこにあるね。ちょっと、 OKOKOK、 毒消し薬で、あれどう来てるんだ今。あ、敵がいる。来た。ここ回復するかな。ちょっと回復させよう。3分の1くらい減っちゃったからね。やっぱり回復の出だしのスピードが遅いね。波に乗ってくるとそれなりに速いんだけど、
今ヒットポイントいくつくらいまでいってる ?1400 くらいあるかな。これで200でしょ、300でしょ、うん、1436か。でこの下と輝くか。あれこっちはよしレベルアップ。ってかアドルレベルアップしたんだったらさヒットポイント回復してたよね。あれどっちだ。あ違う違う違う、これこっちから来たんだよ。で単純にこうか。こうやってみると意外に距離があるな。で、あ、これはもう向こう側のマップに行くんだね。そこから結構なんか長いね、やっぱりこのでかい山を下るだけあって。うわー、ちょっとめんどくさそうだな。まずこれで一倒しておいて、オッケー。フラッシュガードか、なぜか出たか自分でも理由がわからんこれね、アプリで50シットも打ちやすいんだよね。だってリコッタで攻撃してもさ30くらいしか当たらなくてさ、アドルで攻撃しても30くらいしか当たらないからさ、もうリコッタがブロックしてくれるの。いけー、ちょっと単独だとブレイクしてくんねえな結局皮が剥がれることなく倒しちゃったな。お、これはこれは敵対渡航みたいな感じだな。おお、いいね、敵対渡航の採掘場。これ自体はなんだ、まあ、別に何にもないんだろうけど。そうすると進むのは逆側か。ほら、ほら、ほら、これはこのまままた折れちゃっていいのかな。下で戦闘が繰り広げられてるけど、これなヒットポイント元に戻す、だいぶ攻撃しないと無理だな。どうしようかな、ヒットポイント吸収外しちゃっていいかな。なんかちょっと微妙な感じがするな。これだったらなんか別のやつを装備した方が良さそうだな。あ、燃焼耐性アップとかあったんだ。そういえば1個前のボス戦で使えばよかったな。攻撃を受けると SP 入手、エクストラ上昇、こっちにしよう。まあエクストラ溜まりきってるけどね。あれこれ登れないんじゃないの、二段ジャンプとか。こっち側から回れないしね、二段ジャンプがないと無理そうだな。甘い、そんなゲロには当たらんよ。当たらなければどうということはないてかすげえとこに宝箱が置かれてんな。これはいいものが入ってそうだ。開けよう、レッドグラブ。装備か、レッドグラブあるね。燃焼負荷、まあ防御力は下がるけど、あそうか、シールドは多分あれだな、防御力が高いで、ガントレット系は、まあ、防御力プラスなんかの効果がついてると、そういうことね。レッドクラブを装備しよう。で、ちょっとリコッタにガントレットを装備させよう。ブレイク率アップ。よし。じゃあ、縦よりちょっとグラブ系を装備した方がいいかな。やっぱりなんかついてるのはいいですからね。これ、てか、マジいけねえな。絶対いけないな。この岩のところからジャンプしても無理でしょ。全然話にならん。こういうのってさ、
二段ジャンプできるようになった頃には忘れてんだよね。あれ、左の方にすーげーいっぱい敵の粒が見えるんだけど。え、この上も行けなくね。うわー、いけない。あ、でも逆塞から行けそうだな。まずはここを登ってこいつをぶっ倒す。おい、出て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 。またあの硬いやつがいるな。あれ、これジャンプしたあっち行ける。とー、無理だ。行ってない。次ボタンしよう。ブレイク率アップしてるはずだ。おら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 。あ、早いね。早いよね、さっきより。いや、いいかもね、やっぱりブレイクアップは。え、ここも2段ジャンプないといけないパターン。宝箱があるけどな、取りたいな。ちょっともう1回だけ挑戦してダメだったらちょっと諦めよう。てか上に登れねえ。登れた。そうすると最短ルートでジャンプしたいからここだよね。で、ダッシュジャンプとかできないんで、ジャンプしたとー。無理だ。ギリギリ多分いけない仕様になってんな。こっちにも宝箱があるけど。あ、今宝箱あったな。ここか、シャイコーン。トウモロコシは普通に取って、あ、ここだ。ワンサか敵がいる地帯。しかしこの技があればお前らの一掃できるわ。取りこぼしはないな。あった、取りこぼしが。で、また洞窟か。でもだいぶ降りてきたよね、もう。でもまあこのね、山が高いとはいえ、湾に出てきたさ、ダームの塔よりはさすがに小さいでしょう。あれも雲の上まで突き抜けてたからね。クラッシュムーブが出ればすげえ楽なんだけどな。ほら、よし。いや、やっぱり早いわ、ブレイク。ブレイクアップをひらめいた。ただリコッタ減ってるなと思ったら、毒になってたのか。止血薬、調達していけばよかった。ちょっとしくじったな。ここって回復するの？ちなみに。あ、回復する。ちょっと回復させよう。周囲を見渡して、なんか変なのがある。あそこに行きたい。あれ、ロケーションかな、多分。ちょっとあのロケーションを眺めつつ、ヒットポイントを回復させましょう。アドルも減ってるしね。落車は本当減らないな。コンピューターめちゃくちゃ優秀ですよね。全然ダメージを食らわないから。オッケー、行くぞ。え、これはどっちだ。ちょっとこっちの方から行くか。で、あ、恐竜だ、恐竜がいる。しかし今の俺には恐竜に対抗できる力がある。42レベルか。36レベルと42。あれ、てかまた毒になってる。ほら、ほら、距離を取ってきたな。おお、怖い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 。ほら、これさ、ここではめられんじゃん。あ、燃焼になった、もしや。何か戻ってきたか。え、ちょっと待って、何、じゃあ意味がわからん。もういいや、使おう。ここで終わりにして。
食らいやがれでもまだできてないか。いやでもなんかハマったんだけど。いったーい。ちょっと待って、ちょっと待って。まだまだいける。倒したいな。ここまでやったんだからな。ちょっと。いやこれでもマジハマってんな。これだ。いやーダメだった。倒すタイミングわかんない。またヒールポーション使ってんな。あ、クラッチだ。よし、蹴った。降りちゃったけどな、よかったかな、降りて。大旋回をひらめいた。ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖い。うわー、マジか。まだまだいける。ちょっとマジ引け、あいつまで来やがった。いやーこれ食らうときついな。リコッタも何気に減ってるしな。ちょっとセーブポイントがないと困るな。これ逃げろ逃げろ。あ、倒れてる倒れてる。怖い怖い怖い。あ、倒した。おー、すげえ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 。竜林ライツ目。ヒールポーション全てを使い切ったけど、いやー強かったな。さすがにそれだけ得るものがあったな。暖かい木、伊達家樹脂、そしてあ、鉱石がいっぱいある。これ絶対ロケーションでしょ。もうあのアダマンタイマイが小さく見えるよ。お前なんて君じゃない。ちょっと一回中継地点に行ってまたポーションを調達していきたいな。ヤツとの死闘を演じたからな。新たなロケーション、これはそのご褒美だ。虹色鉱脈、洞窟だから声が響いてんだけど。一掃する、大していいのないんだけど。絶対とこが1個かよ。でもこれだけ手に入れればまた強化ができそうだからな。おお、リコッタやっべえ。マジか、そこまで疲弊していたか。よく生き延びたな、むしろ。お、すごいね、やっぱり。あ、こいつ動きもあるかも。OK。あれ？敵対とこ？行くぞ。響くね。僕の番だな。おお、響いてるね。暖かい気が。あの小枝からどんだけ暖かい気が出てきたんだ。あ、でまた外か。こっち側の地図を埋めて、こっち側は大丈夫だね。まあトータル率 100% は無理でもね、 90% とかにはしたいよね。テンペルサンド、これか、見えてたのは。なんかさ、色がちょっと嫌だよねこれ。毒々しいというか。ひょっとして山頂から直下に見えていた大樹ですか。たまげたな。大きいとは思っちゃいたが、まさかここまでとは。本当に。下には建物も見えるな。
こうして見るとずいぶん古い遺跡のようですね。あの大樹を祀る施設のようにも見えますが。ふむ、行くか。ちょっと回復しよう。この大樹を見上げながら憩いのひとときを。いや、 やっぱこれエタニア公国だっけ、エタニア王国だっけ、どっちだっけ、公国なのか王国なのか分かんないけど、これ多分そうっすよね。ってことはやっぱりダーナの世界は過去なんだな。冒険が待っている、出発しよう。いや、回復中でしょそう、急がない。っていうか中間地点から帰りたいな。また静か、息するのが怖いくらいだな。なんだそりゃおお、水音の一つ一つすら響いて、なんだか時間が止まったみたいだぜ。 あるある。イベントポイントになってるけど、先にイベントか。そりゃ気になるでしょう。あ、野営地気づくんだ、ここに。さっきのちょっと大きめの木があったからね、それを活用すれば。ヒュンメルとかマジさ超動きづらそうなんだけど、この服見れば見るほど。え、最近な、夢に見るときと夢に見ないときがありますからね。寝言が毎回一緒だな、こいつら同じ夢しか見てないのか。あー、ダーナパートだな、これは。しかもこれはもう完全にさっきのところじゃん。オーケー。はい。巫女と司祭長ってやっぱ巫女の方が偉いのかな。てか巫女がトップなの、オールが司祭長なのかよ。あ、しかも王女様なんだね。現王女のイレーネ様。ああ、高齢なんだ。エタニア正教。
オートアイディアス。だいぶ立派なとこだよね。でもそう考えると王国一つが滅びたっていうことになりますよね。ミコさんなんか普通に歩いてきてんだけどそういうもんなの？入国まで自由時間か。いや、行ってくるねって言ってもどこへ行けばいいんだ。あ、でもイベントポイント結構いっぱいありますね。まあここら辺を回っていけばいいのかな。というところで、じゃあダーナパートに切り替わりましたので、今回はこれで終了して、まあ、次回、ダーナの方からやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。